アジュルン城の遠望アジュルンは、ヨルダン北部の都市で、アジュルン県の県都。首都アンマンからは北西 76km の位置に、ある丘の多い町である。12世紀の城の印象的な廃墟が有名。2004年の国勢調査によれば、アジュルンの町の人口は7289人。大半はムスリムであり、その他に、キリスト教徒の共同体もある。 アジュルン県には420平方キロメートルの面積にアジュルンを含め27の町と村があり、人口は13万人を超える。県内の人々の多くは農業に従事している。アジュルン山地は青々とした植生と深い森で知られ、ハイキングに適している。山地の最高峰は海抜1250メートルに達する。また、冬季の最高気温は8度ほどに下がり、 吹雪が遅い1メートルの積雪になることもある。アジュルン城アジュルン城はかつて修道院のあった丘の上に建てられている。1184年、サラー・フッティーンの部下である将軍イッツ・ディーン、ウサーマによりダマスカスとエジプトを結ぶ道をカラクの十字軍による攻撃から守るための城として建てられた。フランク人たちはトランスヨルダンにまで領土を伸ばしたが、アジュルンにより東には 進むことはできなかった。その後はマムルーク町により四角い老角が増設されるなど、したが1260年にモンゴル帝国軍により陥落し一部が破壊された。ありがとうございます。